iPhone の音量を大きくするには、設定から音楽に行って EQ と表示されているイコライザ機能を見つけてください。レイトナイトオプションを使うとスマホの音量を通常の約 20% 上げることができますよ。何枚もの書類に署名しなければならない場合、次の裏技を使えば印刷したりスキャンせずに署名することができるんです。まず書類のスクリーンショットを撮ってからタップして編集しましょう。ここで右下のプラスボタンをタップしてください。そしてツールバーの署名ボタンを選択すると、次のようなスクリーンが表示されます。そして指で書類に署名し、変更したファイルを保存してから完了を押してください。相手に気づかれずに動画を撮るには、まずカメラのアプリを開いて録画を開始します。そして通知センターに戻ります。そうすると録画しているのに画面には表示されません。ちょっとずるいやり方ですけどね。さらに連絡先ごとに独自のバイブレーションを設定することもできます。設定からサウンドに行き、着信音の設定を開いてみましょう。 iPhone は通常デフォルトのバイブレーションに設定されていますが、下にスクロールするとカスタムセクションが表示されているのが見えます。好きなリズムをタップして保存しましょう。そうすれば連絡先ごとにリズムを設定できます。バイブレーションをカスタマイズしても電話を取れない場合は、フラッシュをカスタマイズして着信の通知として使ってみましょう。一般設定に行き、ユーザー補助のセクションを選択してから聴覚に行きます。そしてアラートの LED の点滅をオンにしてください。これで二度と電話を逃さずに済みますよ。気づかないうちにブラウザで数十のタブを開いていることがありますよね。すべてのタブをワンタッチで閉じるには、左下にある完了ボタンを押したまま、すべてのタブを閉じるを選択してください。間違ってすべてのタブを閉じてしまったけど最新のタブに戻りたいときには、中央のプラスボタンを押したままにしてください。そして最近閉じたタブのリストが開いた後、下にスクロールすれば閉じたくなかったタブを見つけられますよ。複数のアイコンを選択したいときには、一つのアイコンを長押しし、別の指で選択したいアイコンを追加してください。ちなみにこの裏技は iPhone6 以前のモデルでは使うことができません。最新の iPhone にはアプリからアプリに移動するためのすごく便利な機能が搭載されています。画面の下にあるバーを左か右にスライドして使いたいアプリを見つけましょう。これでダブルクリックしたり通知センターを開く必要もありませんよ。 iPhone タイマーにはかなり便利な使い方があるんです。音楽を聴いたり動画を見ながら眠りたい時には、時計に行きタイマーをタップしてから時間の終了を選択してください。そして再生を停止ボタンが表示されるまで下にスクロールしましょう。この機能は音楽や音声、動画を再生するウィンドウや YouTube のアプリなどの全てのメディアのアプリを停止することができるんです。午前3時に自動再生されていた動画で目を覚ましたことがある人にはもってこいですよね。 iMessage はすごく楽しいんです。送信ボタンを押せばメッセージに特殊効果を加えることができ、バブルセクションには4つの機能があります。インビジブルインクを使うと指で拭かないとメッセージが読めない状態になります。指を左右や前後にスライドさせれば読めるようになります。ジェントル効果を使うと最初のうちは文字は小さくてだんだんと大きくなっていきます。ラウド効果はその反対で、メッセージが最初に大きく表示され数秒後に普通の大きさに戻ります。スラム効果はメッセージが画面を揺るがす効果があるんです。スクリーンエフェクトボタンも結構面白いんですよ。エコーを選べば友達の画面がエコーのテキストだらけになります。さらに右にスライドさせれば、スポットライト、風船、紙吹雪、ラブ、レーザー、花火、流れ星、お祝いなどいろんな効果を選べますよ。印象的なテキストを送信するために使ってみてはどうでしょうか。メモのアプリでスペースボタンを押し続けると、キーボードを簡単にスライドできるので、テキストで移動したい場所にすぐに行くことができます。
片手で入力する人はキーボードを使いやすい設定にしましょう。入力しているときにグローブボタンを押し続けてください。そうすると3種類のキーボードが表示されます。左側のキーボードは左手でスマホを持って入力するためのもので、真ん中のキーボードは両手で持つ場合、そして右側のキーボードは右手にスマホを持って入力するためのものなんです。メモのアプリを使ってロマンチックな長い手紙を書くのが好きだけど、相手以外に読まれたくない場合はパスワードを設定しておきましょう。これは iPhone のモデルによって2つの異なった方法があります。 iPhone6 の場合、右から左にスライドするとロック、フォルダー、ゴミ箱の3つのアイコンが表示されます。手紙を書くのが下手で読まれたくない場合にはゴミ箱を使ってください。人に覗き見されたくない時にはロックを使いましょう。でも設定したパスワードはちゃんと覚えておいてくださいね。この方法がうまくいかない時にはメモを長押しするとドロップメニューにパスワードバーが表示されます。ここでパスワードを設定しておけば夜中に書いたラブレターを読まれずに済みますよ。iPhone の最新モデルにはクールな機能がついているんです。ブラウザページ全体のスクリーンショットを一つのファイルとして保管することができるようになったんです。この機能を使うには電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に押しましょう。オンライン記事を読んでいるときに知らない言葉を探したいときには検索バーに移動して探したい単語を入力しましょう。そうすると3つのセクションが表示されます。Google とブックマークと履歴を飛ばしてこのページをタップしてください。これで必要な単語が黄色で強調表示されます。さらにキーワードを素早く見つけるために矢印のついた特別なナビゲーションバーが下に表示されます。時々 iPhone のオペレーティブメモリをリフレッシュするのもお忘れなく。これはデバイスの性能を保ちより早く作動させるために必須です。やり方は設定から一般へ行き、ユーザー補助のアシスティブタッチをオンにします。そしてプラス、マイナス、電源ボタンの順に押してください。そうすると電源オフバーが表示されます。その後アシスティブタッチを押してホームボタンを押し続けてください。これでオペレーティブメモリがリフレッシュされます。実行後にパスワードの入力通知が表示されたらうまくいったということです。アシスティブタッチを使うと新たな機能をタップとして設定することができます。設定から一般へ行き、ユーザー補助に移動してアシスティブタッチのセクションでカスタムアクションメニューのコマンドを変更してみましょう。スクリーンショットを撮るのにホームプラス電源ボタンが不便ならダブルタップに変更できます。これでユーザー補助メニューの円を2回タップするだけでスクリーンショットを撮れるようになりますよ。 iPhone のフォントには様々なサイズがあります。サイズを変えたい場合はまず設定からディスプレイと明るさのセクションに移動し、テキストサイズをタップしてお好みのサイズを選びましょう。 iPhone のバッテリーの耐久性は特に優れているわけではないですが、写真の品質に関しては他のスマホよりも優れています。カメラ設定でグリッドをオンにしてから一般に行き、カメラを選択してグリッドをオンにします。そうすれば写真の構図がうまくできるようになりますよ。 iPhone には QR リーダーが備わっているので、わざわざアプリをインストールする必要はありません。カメラを選び QR コードにかざします。そうすると画面上部にポップアップウィンドウが表示されます。そしてウィンドウをタップするとブラウザに直接移動し、 QR コードのリンクにアクセスできるんです。この機能が自動的に作動しなかったら、カメラ設定に行って QR コードをスキャンの機能をオンにしてください。 iPhone のアラームで好きな曲を設定できます。アラームに行き、右上にある編集を押してください。そしてメロディーを変えたいアラームをタップします。サウンドのセクションで曲を選択し、ライブラリの中の曲を探しましょう。 iPhone ユーザーが最も悩まされている問題の一つはメモリ不足。写真を削除しても十分なスペースがないことがありますよね。そんな時は設定の iPhone ストレージに行って、最近削除した写真が
実際に削除されているかどうか確認してください。もしされていなかったらストレージのセクションで削除しましょう。メッセージにも大量のファイルが含まれている可能性があるので、保存する期間を制限するように設定してください。メッセージ履歴でメッセージを保持ボタンをタップします。デフォルトだと永久に設定されているので、1年間か30日間に設定することをお勧めします。